吉野川サービスエリアから見る吉野川と吉野川ハイウェイオアシス、東みよし町は徳島県西部に位置する町。吉野川中流地域の対岸に位置する2町が33大橋によって結びついている。北部の旧三芳町側には ETC 専用のスマートインターチェンジが併設されている吉野川ハイウェイオアシスなどがあり、南部の旧三鴨町側には国の特別天然記念物の鴨のオークスなどがある。徳島県西部の山間地域には急峻な斜面が多く、茅をすき込む土壌流出防止法や独特な農具の利用など、特徴的な急傾斜地農耕が継承されており、西阿波の傾斜地農耕システムとして、東みよし町を含む地域が2018年3月に国連食糧農業機関から世界農業遺産に認定された。四国の山間部にあっても人口減少が緩やかな地域特性がある。近年では国道192号線沿線に大型商業施設や飲食店が数多く開店し、夜遅くまで近隣市町村からの来客も多い。徳島県西部の商業においては最も活気がある地域となっている。東みよし町の発足により、町名、あざなは次のように変更される。中学校、小学校、幼稚園、徳島県内では唯一就学前の1学年のみの入園となっている。保育所との選択はできず、年齢により区分されている。保育園児童館、児童クラブその他は鴨駅高速バス高速道路、一般国道都道府県道農道市町村道、美濃田の淵。ありがとうございます。